簡単に測れる真空計、ワイドレンジ真空計 CC 点を紹介します。計測に必要なものはわずかこれだけです。 CC 点本体とケーブル類をカバンに入れて出張などの際に持ち運ぶことが可能です。従来3つの真空計で測っていた大気圧から超高真空までを CC 点1台で計測できます。CC 点はクリスタルとコールド加速度のコンビネーションゲージです。コールド加速度ゲージの丈夫で汚れに強い特徴とクリスタルゲージの大気圧まで精度よく測れる特徴を持ちます。 CC 点の計測は簡単です。 CC 点を真空チャンバーに接続しAC アダプターを接続するだけで圧力計測が開始されます。大気圧から超高真空まで何の操作も必要ありません。クリスタルゲージからコールド加速度ゲージへの切り替えも自動的に行われます。メンテナンスも簡単です。お客様自身でクリーニングできます。分解・組み立てはドライバー1本で1分で可能です。センサー部をケースから引き抜きます。ナットを外しアノードとセンサーボディを取り外します。クリーニングはセンサーボディとアノードの2箇所を紙やすりで磨いて行います。この後アルコールで拭きます。このように簡単にメンテナンスを行うことができます。続いて CC 点をより便利にお使いいただくためのアクセサリー、 CC 点データロガーソフト P ロガーを紹介します。 CC 点を真空チャンバーに取り付け、付属のケーブルを CC 点へ接続、 PC の USB ポートへ接続します。ソフトを起動しコネクトボタンを押し準備完了です。排気開始と同時にレコードボタンを押し監視を始めます。装置の排気特性をリアルタイムに監視が行え記録ができます。監視中に保存したデータや加工データをリアルタイムデータと合わせてグラフ表示が消えます。装置の標準特性との比較に便利です。また監視中にグラフの任意の点にマークをつけてコメントを書き込むことができます。チャートレコーダーのような使い方が可能です。マーカーはログファイルにも記録されます。見返すとき便利です。収録データは CSV 形式で保存ができます。Excel などの表計算ソフトでの解析が可能です。時間および圧力のセットポイントを複数設定することができます。決められた時間内に設定圧力に達しない場合にアラームを出力したり、所定圧力に達した場合の通知を行うことが可能です。セットポイントに達した時点で任意のアドレスにお知らせメールをする機能がついています。装置から離れている場合にも装置の異常や所定圧力への到達をいち早く知ることができます。 CC 点の特徴を振り返ります。大気圧から超高真空までを
CC 点1台で計測可能です。デジタル表示、アナログ出力、セットポイント出力、RS485 通信する機能が付属しています。小型で持ち運び可能です。出張の際には便利です。真空チャンバーへの取り付けは簡単。大気圧から超高真空まで自動計測されます。メンテナンスは簡単です。お客様自身でクリーニングできます。オプションでデータロガーソフト P ロガーをお使いになればより便利に使うことも可能です。ワイドレンジ真空系 CC 点と CC 点データロガーソフト P ロガー、きっと皆様のお役に立てることと思います。